ベルヒューイはアメリカ合衆国のベルヘリコプター社によって開発された中型ヘリコプターのファミリー。1950年代、ベル204が UH-1 としてアメリカ軍に採用されたのを皮切りに西側諸国で次々に採用され、最も多用される汎用ヘリコプターとなった。ヒューイファミリーは西側諸国のヘリコプターとしては最大となる 1>, 1万機以上の生産数を誇る汎用ヘリコプターである。後方スライド指大型ドアをキャビン両側に持ち、その後に燃料タンク、その真上にタービンエンジンというタービンヘリの標準型を作り上げた機体と言える。メインローターはベルシャ電統の安定棒付きにマイブレードを装備している。一般的によく使われる愛称のヒューイは アメリカ陸軍での部隊配備当初の型番、風 -1 の一を A 文字の愛とみなし、風ーイ,ーイコール、ーイーと読んだことに由来する。ただし、正式な愛称はアメリカ州の先住民族に由来する色恋である。204,950年代のアメリカ陸軍では、朝鮮戦争で H-13 ヘリコプターが、軽輸送や負傷兵構想に活躍したことを踏まえて、 汎用ヘリコプターの採用を計画していた。コンペティションでは、ベル社の案と、カマン社の案が検討されたが、両者はほぼ互角であった。カマン社の案はすでに空軍で H-43? として採用されていたが、陸軍長官は、ベル社が H-13 において実績を積んでいることを評価して、1955年2月23日、ベル社の案を採択した。 ベル社は、この設計の車内故障として、モデル204を付与した。まず、ライカミング XT53L-1 エンジンを搭載したプロトタイプ3機が製作され、これは、XH-40 の仮製式名を付与されて、1956年10月20日に、初飛行した。またその後製作された、先行量産型のユアハート -40 では、 キャビンを1フィート増行するとともに、エンジンをライカミング T53L-1A に変更した。1959年6月30日より、先行量産型の風 -1 の引き渡しが開始された。風 -1 が9機製作されたところで、生産は全規模生産型の風 -1A に切り替えられ、1961年の 生産終了までに183機が製作された。204バイト UH-1A の運用実績を踏まえて、アメリカ陸軍向けの改良型として、UH-1B が開発されて、1961年3月より、納入が開始された。胴体を若干延長し、兵員7名か、単価4機、貨物であれば1 3 6 0ラムを搭載できた。エンジンとしては、 初期型は T53L-5、後期型では T53L-11 を搭載していた。そして、これを元にした民間型がモデル204バイトであり、1963年4月4日に FAA の形式証明を取得した。定員10名、エンジンはライカミング T5309A で荷物の収容スペースを確保するため、 テールブームは2フィート延長された。ベル社では軍用、民生用の合計で1033機を生産した。また本モデルは輸出にも供されており、オーストラリア空軍が24機、ニュージーランド空軍が5機を購入した。イタリアではアグスタベル204バイトとしてライセンス生産されたが、こちらはエンジンとしてブリストルシドレーグノームを搭載することが多かった。また、 日本でも、1961年には、富士重工業は、陸上自衛隊向けの風マイナス 1B90 機のほか、民間向けのモデル204バイトも55機を納入し、朝日ヘリコプターや全日本空輸など、民間の物量空輸会社の市場を開拓したほか、警視庁を皮切りに、警察航空隊でも採用された。富士重工業製分は、テールローターを左側ではなく、 右側に装着したほか、1973年以降はエンジンを川崎ライカミング系 T53 から13バイトに更新するとともにテールローターを大型化したモデル204バイトから2に移行した。205モデル204をもとに胴体を延長するなどの解説系を施した発展型としてベル社が開発したものがモデル205であった。 アメリカ陸軍で最初に導入されたのが UH-1B 後期生産型と同じ T53L-11 エンジンを搭載した u h 1 d で試作機7機は1960年7月に発注されて1961年8月16日に初飛行した。部隊配備は1963年8月より開始された。続いて エンジンを新型で強力な T53L-13 に換装した UH-1H が開発されてアメリカ陸軍では1967年9月より配備が開始された。そしてこれを元にした民間型がモデル 205A-1 であった。定員15名、エンジンはライカミング T5313A を搭載した。 205バイトモデル205バイト UH-1J モデル 205A-1 を発展させこの開発計画はモデル205のライセンス生産を行っていた富士中工業が主導する形で進められ、事実上に本単独で開発したとされることもある。モデル205をもとにローターブレードと機種部をベル212から導入するとともに、 エンジンをライカミング T53L-703 に換装したほか、コックピットも近代化されている。日本の陸上自衛隊で UH-1J として正式化され、1993年9月3日より配備を開始した。またベル社ではテキストロンライカミングとの合弁事業として UH-1HP ヒュー2を開発し、 1992年8月に試作機が完成したが、これも205バイトと同様の設計であった。UH-1HP ヒューイ2は、心臓機とともに、既存の機体からの回収キットもセールスされている。2005年には、アメリカ空軍の UH-1H をヒューイ2仕様にアップグレードする契約が締結された。モデル204をベースに、 武装攻撃に特化した機体として開発されたのが、モデル209、通称、ヒューイコブラである。兵員室を廃止、コクピットを、タンデム配置として、機種部に銃座と、下機管制システムを装備したことから、外見上は一新されているが、動力系や後部動隊は、基本的に、モデル204のものが踏襲されている。アメリカ陸軍は、モデル209を R-1G として、 正式採用し、1967年より実戦投入した後、対戦車攻撃能力を増強した R-19、エンジン出力の増強など、全面的に改良された R-1S と進化した。また、アメリカ海兵隊も陸軍仕様の R-1G を1969年より導入したのに続いて、1971年より海兵隊仕様の機体として、 R-1J、そして1977年からは、動力系を、モデル214から導入した R-1T の配備が開始された。また、少数の非武装機が、アメリカ合衆国農務省リニア局で運用されている、モデル 205A-1 の発展型として、開発されたのが、モデル210である、ベル212の動力系統を導入するとともに、 エンジンをハネウェル T5317 バイトに換装しており、2005年7月に形式証明を取得した。モデル210は主として民間向けとされている。アメリカ陸軍のラ計画では有力候補と見られていたが、陸軍が要求仕様を変更して総発機を要求したことから、ベル社では 412EP を提案するように方針変更した。 なおこのコンペティションでは、結局、ユーロコプター EC145 が UH-72 ラコタとして採用された。ベル214モデル205をもとに、動力計を大幅に強化して開発されたのが、モデル214ヒューイプラスである。開発は1970年10月12日に公表された。エンジンを T53L-702 に換装するとともに、 トランスミッションやローターも強化された。後に、双発化するとともに胴体を延長するなど、さらに強化したモデル 214ST も開発された。モデル205をもとに双発化した試作機として開発されたのが、モデル208である。エンジンとしては、チュルボメカ・アルトウステをもとに開発された。 XT67 が搭載されており、1965年4月27日に初飛行した。モデル2 1にはモデル 205A の総発型として開発された機体である。最大の変更点はエンジンとして、プラットホイットニーカナダ PT6T を採用していることだが、その他にも動力系が全体的に改め設計されているほか、 機内容積拡張のため機種部を延長している。本機は1968年5月のカナダの発注に基づいて開発されており、カナダ軍ではカマイナス 1N ツインヒューイと称される。また、アメリカ軍でも海軍、海兵隊と空軍が UH-1N として採用しており、カナダ軍より1年先行して1970年より引き渡しが開始された。また、 モデル204、205と同様に、イタリアのアグスタ社でもライセンス生産が行われ、これは、AB、エビー -212 と称された。このうち、対戦紹介型のエビー -212 は、アグスタウェストランドリンクスと共に、西側の代表的な小型紹介ヘリコプターとなった。モデル212をもとに、4枚ローターを採用するなど、改良を加えて開発されたのがモデル412で、 あり、1979年に初飛行した。カナダ軍で CH-146 クリフォン、イギリス軍ではクリフィン HT-1 及びハー2として採用された。また自衛隊でも UHX で採用された。モデル209をもとにエンジンを GED-700 の総発配置としたモデルで、アメリカ海兵隊では R-1W として採用された。 またその後、さらに UH-1Y ベノムとの共用性を強化した R-1Z に発展した。モデル212をもとに、エンジンをゼネラルエレクトリック T700 の総発配置とし、シュローターを4枚ブレードとするなど、R-1Z とダイアップして開発された、改良型がモデル450である。アメリカ海兵隊では、UH-1Y として採用され、 2009年1月より配備を開始した。モデル204シリーズ UH-1A、B、CUH-1E、買いモデル205、212シリーズ UH-1、D、HUH-1N。ありがとうございます。